はい、どうも皆さんこんにちは。久しぶりの動画になります。今日の動画は、このガッセンのモザイアクロス2ですね、このパナソニックのビデオカメラ、ね、こちら型番がですね HC-VX1M というね、白くて、なんかね結構質感が良くてかっこいいビデオカメラがありまして、これをエアクロス2に乗せて、で軽くね、雑ではありますがサンプルを撮ってお見せするというところまでご紹介したいと思います。このビデオカメラですね、私が買ったわけじゃなくて、お客様がこのジンバルをお買い上げのタイミングでですね、こちらも一緒に、送っていただいて、はい、で乗せてチェックをして、で発送するという形を、リクエストいただきましたんで、はい、そういうリクエスト全然OK なんで、ちょっとね、送料は持っていただくことになるんですが、これを今から載せてですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、でね、バッテリーはちょこっと充電しました。でここにガチャッと、はい、こうやってはめてグッとここ閉めて、で開けます。でそうするとお客さんはね、もう私がすでにこれバランス取ってますんで、はいね、カメラを取り外した状態で綺麗にラッピング、プチプチで巻いて発送するんで、もうこの状態でここ長押ししたら、はい、もうすぐ起動してお使いいただけるという形になります。ちなみにですね、これね、オートチューニングしてないです。オートチューニングせずにこのようにね、はい、安定している。でパワーも、十分だし、あと干渉も全くしないですね。はい、ほら、ちょっと待ってよ、2回押してこうか。ほら、干渉しない。すごく隙間ありますでしょう。はい、ですので、余裕かなと。さすがエアクロス2だなと思います。はい、このパナソニックのね、ビデオカメラ、使うのは初めてなんで、このエアクロス2でどんな映像が撮れるのかっていうのを、ちょっと庭でね、撮影していきたいと思います。はい、今ね、録画開始しました。どうですか、これ。こんな感じ、全体はね、ミニPにはね、多分ね、乗らないと思います。はい、ハンディカムの類はよっぽどちっちゃいやつじゃないとね、ミニPには乗りません。ですのでハンディカムとかビデオカメライコールエアクロス2って思っておいてください。前後に長いからね、はい、よし、じゃあ今ねこれレッグ回してますんで、ちょっと子供をね、はい、子供の方に行きましょう。よっしゃ、じゃあね、向こうに向けて、はい、歩いていこうか。いいよ、もう普通に歩いてて。はい、いかがでしょうか。手持ちでね、歩くのと、このようにジンバルを使うのと、普通に歩いてて、はい、じゃあ行きます。でね、ここでワンポイントアドバイスで、子供ってどうしても身長低いじゃないですか。なので、このね、ピッチ、ティルトのところをね、ロックして、でこういう感じでね、でこのバリアングルっていうのをこう生かしてですね、こんな感じで撮ってもいいですよね。あ、いいよ、おいで。はい、はい、はい、あ、それだとまずいな。はい、ゆっくり歩いてきて。はい、はい、いいよ、これだとね、ローアングルでもすごく自然になるんじゃないかな。じゃあ今度はですね、これでね、歩き取りを子供ずーっと裏歩かしていきますんで、はい、これを追従するんですが、チルトはロックして、はい、でこういう風にしてローアングル、はい、これでいきましょう。はい、いいよ。ちょっと早く。おお、ここ渡るのが、転ばないように気をつけて。はい、はい、いかがでしょうか。安定して取れてるでしょうか。もっと早くガーッといっちゃっていいよ。ガーッといっちゃっていいよ。はい、こんな感じですね。
まあ、ローアングルでチルトはロックしてっていう感じでね、はい、この時の映像ブレ安定性いかがでしょうか。まあ、このねエアクロス2とこの白いビデオカメラっていうのを組み合わせるとこのように片手で、ね、持てるぐらいの、はい、感じで、まあ、これね今回ズームしてないけど、まあ、ズームしてグッとこうクローズアップしてやっても、まあ、おそらくねビデオカメラってね大概の機種っていうのは手ブレが強力です。はい、ですのでこういうジンバルとは相性がいいと思います。はい、なのでハンディカムビデオカメラを載せるならエアクロス2、はい、ということで、ご検討ください。以上です。はい、というわけでご覧いただきました。いかがだったでしょうか。まあね、この白いビデオカメラ非常にね私にとって新鮮ですね。はい、で実際にねエアクロス2に乗せて、まあ、歩き撮りしてみたんですが、まあ、やっぱりねあのビデオカメラってすごくね手ブレ補正が効くんで、まあ、このジンバルとの相性ってすごくいいなって思いました。実はね、このビデオカメラっていうのはね、まあ、このチャンネルをご覧いただいている皆さんからしたらあんまりねそんなに物欲をかきたてない、カメラなんじゃないかなって思われる方も多いかと思うんですが、いや実はですね、まあ、ショップ運営していてこのビデオカメラの根強いファン層の方々って非常に多いんですよ。まあ、それはねやっぱりもちろん、運動会なんか行ったらね、皆さんあのお父さんお母さんっていうのはほとんど、このビデオカメラ持ってますよね。でこのビデオカメラから、まあ、趣味としてこう講じてですね、でこのようにジンバルでより安定させようってね、まあ、やっぱりね今日も、私が撮ってる姿っていうのを、まあ、嫁にハンディカムで、まあ手持ちでね、撮ってもらいましたが、やっぱりねこうブレる、うん、もうピターっていう感じにはいかないですよね。ですので作品レベルに昇華させるためにですね、こういうエアクロス2みたいな、はい、ジンバルで、スーッと滑らかにストレートに撮るみたいなね、はい、そういうこともね非常にこの、まあ、ジンバルと、この、まあ、ビデオカメラの相性としては使いこなしとしてはね非常にこうおすすめなんじゃないかなというふうに思いました。はい、で私もですね、まあ、これサブチャンネルでこのようなあの運用方法活用法というのをご紹介させてもらってますが、今日ですね今日の夜にですねビデオチャンネル私のメインチャンネルの方で映像作品久しぶりに映像作品をアップしようと思っております。これを皮切りにですね今後どんどん映像作品を撮影しに行きで編集してアップするっていうねこのサイクルをまたね復活させようと思っております。はい、まあもちろんねこういうハンディカムで作品っていうのも可能ですし、あとねミニ P ですね、当店で扱ってるあの2万円台で買えるジンバル、あれでもね作品撮っていけると思うんですよ。はい、いろんなね作品のスタイルっていうのをね私ができる範囲で今後どんどん出していきたいと思いますんで、ぜひねこのよっちゃん宇宙カメラ雑学団だけじゃなくてビデオチャンネルあちらの方もですねチェックされてみてください。はい、そんなわけでねこのガッセンのモザエアクロス2およびミニ P ですね、はい、両者当店でね大変人気で取り扱っておりますんで、あの気になる方は下チェックされてみてください。はい、そんなわけで本日は以上になります。ありがとうございました。